はい、皆さんこんにちは、のっぺんです。信長の野望新生やっていきましょう。さあ、前回はこちら、引き続き三好攻めが続きました。で、こちら西日本を一条家が統一することができましたね。おめでとうございます。ここまで来ましたね。これまで30年ぐらいかかりましたかね。現在一条兼定の年齢が41歳。まだまだピチピチでございます。さあ、今回も引き続き三好を攻めていきましょう。よーせていきまーす。病を得てしまったようだ。必ずや治すので、しばし時間を。やばい、一条兼定が病気になってしまった。大丈夫かな。まだ41歳でしょ。そんな若いのに病気、いやーきつそう。大丈夫かな。ただでさえ低い能力がめちゃめちゃ低くなってるやばい、前線に出せれない。で、こっからどうしましょうかね。とりあえず本拠移転しましょうか。じゃあ、前回手に入れた小谷城、ここに本拠を移しましょうか。さあ、ということで今回はこちら岡崎城から攻めていきましょうか。よし、行きましょう。で、こちら大樹寺の名所が家臣の忠誠がプラス2ということなんで、ここを取れば三好の忠ね、武将の忠誠心がだいぶ下がるんじゃないでしょうか。行きましょう。さあ、頑張れ頑張れ。で、ちょっとね、やっぱちょっと一条兼定の病が心配だな。あ、で、名所反映できる。あ、名所反映2つもできる。よしよしよし。で、家老の海藻雲様が亡くなってしまいました。そうか、海さん亡くなってしまったか。いやー、ありがとう。病に勝つ策は。いやー、頼りになってたんだけどな、海さん。ありがとう、ありがとう。お許しいただき。で、また腰兵糧やられてる。なんだろ、これ。なんか、すごい変なことやってくる、三好。やばいな。これでね、もうガンガン攻めに行けれないんだよな。いつもね、腰兵糧ないの。あ、で、名所再建ですね。はいはいはい。あ、いいですよ。やりましょう。よしよしよし。熊野三山、私たちが散々荒らしてしまったね、新宮城の名所でございます。大農村の国高プラス1000か。いいですね。大騒動、あー、金がね。で、ベッキアキッツラも不養城か。大丈夫か、みんな。みんなボロボロじゃねえか。で、維新数伝殿を見かけました。了解。はい、オッケーオッケー、ナイス。で、まずはまずは、で、維新数伝さんから何か申し込みがあると。はい、何ですか。何でも言うて。そうですね、じゃあなんか家宝あげて、孫子とかあげてみる。で、これで315名の政務がプラス2される。あー、いいじゃん。よし、やろう。うん、よし、スーデンさん頑張って。オッケー。で、そろそろじゃあ行ってみましょうか。その前に国境紛争とかもやっておこう。はい、心得も。で、はいはいはい。いやー、めちゃくちゃなんかやられてる。で、はい、長尾明景、これあれだな、上杉、申し上げときあれだな、影勝か。上杉影勝の、あれだよね、名前だよね。ここ。さあ、ではそろそろじゃあ合戦やってみましょうか。行きましょう、相性。さあ、はいはい、まずは陣を構えよ。合戦いける。あ、いけない、なぜどうしたどうした。合戦行きなさい。はい、合戦可能。よし、行きましょう。はい、の戦い一条兼定 VS 三好実久、行きましょう。さあ、勝負だ。さあ、お前を倒してやる。で、ここを取れば、ま、結構ね、三河の方も攻めやすくなるんで、なんとか勝っていきたい。行きましょう。はい、返せ、シュピー。行くぞ。さあ、まずは、一条兼定の部隊やばいな。1200しかいないのか。向こうは10万近くいるのに。あかあか、戦力にならねえ。しまった、控えに回しとけばよかった。さあ、で、信長がいる。信長がいるの。勘弁してくださいよ。さあ、で、どう来るかな、向こう。はい、決まった時、ナイス。さあ、一番やりはこちら。はい、島津忠政。はい、どう来るのかしら。んーで、あとあとあと、んー、どうだろうな。結構向こうも強いけど、まあなんとかいけるでしょう。ちょっと一応兼定はちょっとなんかお休みしながらになるけど、次はどのよう。で、こっちから3部隊来てる。怖え。はい、さあ、どうぞ。
で、こうするか。挟んでしまおう。その変なルートで行きやがった。ただ、やこう。まず、こいつを潰そう。で、こう。よし、大丈夫。さあ、どうする？さあ、はいはい。で、ここはじゃあ、一旦こう行って、で、まあ、こんなもんでいこう。はいはいはい、大丈夫。さあ、コニーが、新生だ。まあ、言うて、この一条兼忠も30年ぐらいやってるからね。いやー、長いですね。さあ、攻撃です。さあ、潰せ。で、そこにいるのは誰だ。はい、鬼は子、元地下にはずっとお世話になってます。ありがとうございます。で、こっち結構きつそうだな。まあ、とりあえずなんとか引き抜けよう。さあさあさあ、そう、水の勝つなりを潰せばなんとかなる。いいぞいいぞ。で、そこにいるのは誰だ。これは前田利家か。そんなんあるんや。ちょっと下がるか。キッチー、こっちきついか。はい、こう。まあでも、まあ、どうしよう。まあそこ取られたか。しゃあねで、こっち挟んだけど大丈夫かな。で、こっち下がるか。はい、ちょっと細川藤田がちょっとなんとかしねえと。で、こう。で、こうやな。はい、OK。で、ポンセンション。よし、水の刀に撃破。OK。で、こっちから撃破った。ごめん、見てなかった。元近への信頼が厚すぎて。あーで、元近のせがれ、信近もいるじゃないか。素晴らしい。親子の共同作業。で、市村さん下がって、市村さん。で、そこ、OK。あー、すげえ、倒した。こっちきついな。ちょっとこっち下がらないとな。ちょっと痛いやつも。はい、ちょっと市村さんマジ下がってお願いだわ。でこう。これ下がらねえな。何してんだ。で、それ新鮮でしょ。はい。でこう行って、でこうだな。やーべ、結構きついかも。さあ、どうする。で、こっち下がる。はい。さあな、ちょっとスタミナきついよね。了解。下がれ。はい。さあ。で、下がって、もう、下がってください、もう。お願いだから。こう。で、ヨシヒロも下がった。そうそう、こんな感じで下がってくれないと困るじゃないか。じゃあ、下がらねえ。下がってお願いだから。なんで下がらないんだよ。なにこれ。うわ、バグ。なんかやばいぞこれ。で、信長撃破。よし、全然言うこと聞いてくんね。やばい、ヨシヒロ下がって、マジで下がってください。いやー、こっちだって。なんでそうなるの。もう変わりなさい。変わらねえと勝てるもんも勝てねえだろうが。やべえ、いろいろやばいぞこれ。次はどのようにお願い、こっち下がって。文脈というものを見せてくれ。ヨシヒロお願いだから、マジ下がって。お打ちを願います。こ、インドさん下がって。こう、操作間違ってないもんな。いや、なんか下がらねえな。川だから、敵を退ける。川だからかな。で、あ、できた。よし、別キャッチ。よし。何してんの。やばい。百武さん撃破。こいつ。で、次は。いや、マジで下がってくんねえとやばいぞ。で、こうか。はい。やられてきたー。で、こう。で、こう。マジで下がってくんねえ。下がってきてば。なんで下がらないの。で、こう。よかった、洗ってきてくれた。何とめさん、助かるわ。やべえ。なんで下がってくんねえの。やっと下がってくれた。でも、お願いだから下がってよ、マジで。今が動くべき。一回こいつか。まずいなぁ。何が何やらわからん。で、なんとか身内時給倒した男です。
で、そやな、向こうまだ舞台来んだよな。こ敵に打ちかかるぞ。歩みを進めよ。でも早くもう今が動くべき時。でこ、はい、行くぞ。で、ヨシヒロ下がってもやっぱ来なくていい。やばいな。でこ、でこ、どうかお姉さん。さあそこにいるのは誰だ。あ、やたからですね。はい、こ負けられるわ。さあちょっとそっちだとか頼むわ。おお言うこと聞けっすよ。やばい、めちゃくちゃ追い込まれてるよ。暗い我が先方、メイドの土産に持ってゆき。そこ大丈夫、大丈夫じゃないね。で、そこ、あー一応金ただ。お指図願います。オッケー、我が前に立ち腐る者。そこ倒したよな。オッケー、よし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 。細川藤高撃破。封鎖しております。じゃあそうやな。こう行って、こう行くか。敵の体力で、こう閉ざさせてもらおう。オッケー、よし、やっと休憩できる。我が前に立ち腐る者。よし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 。崖地雷で、そこ、じゃあここは元地下下がろう。はい、やべ、ちょっとえぐいな、ちょっと展開やばい。こう目を賜りたく。で、こっち5000が動いてる。大丈夫かしら。はい、で、あーっと鈴木茂秀、あー来ちゃってる。こう、はい、いざ進まん。で、こうやる。はい、やるもの進むぞ。大丈夫、やばいな、こいつ早めに潰さんぞ。さあさあ、よし、てよし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 。こ、なんとかなんとか。いざ行かん。さあどうだ。よし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 、こっち来て。我が先方の切れ味。さあ、つぶてつぶて。その身で確かめよ。やべえな、いろいろやばい。こ、はい、早めにそこ潰せ。やばい。なあ、5000も来てる。と呼ばれしゆえん。よし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 。知りよけ。オッケー。で、こう行って、でインドさん下がって。で、こっちはちょっとこう行こう。で、こうちょっとやっ、はい、運が試される時ぞ。大丈夫かしら。俺こそはと思うものは続け。さあどうかしら。だあ、そっち守られたか。何度かそこ潰してくれ。で、そこ制圧された。オッケー、チャネシャネ。で、こう行って、はいはいはい。で、こうやな、はい。で、こっちも下がる。はい。で、こう、はい。さあ、潰せ。いや、結構きついな、ヤタガラス。さあ、どうだ。で、別キャラ、キツラ。どう、潰せてる。いや、わからんな。ちょっと下がるか。はい、よし、ここ絶対。OK、OK、OK。よし。状況はいいやら悪いやら。こう。あ、まだまだ。休憩してて。今こそ我が戦法により勝機を見出す時。さあ大丈夫かな。で、そこ潰した。オッケー、ね、で、命令を下せ。で、休憩したい。で、インドさん下がって。が悪いな。で、こいつか。はい、さあ何かしら。はい、で、こうカイドウ一の弓取り。なんだと、そんなのがあるのか。動くべき時は今ぞ。こう、はい、で、下がって。立ち下がるものらよ。さ、よし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 、なんかやってる。ナイス。ご命令をください。こうだな。で、ご命令は行く。で、こう。命令をください。で、休憩休憩。いやー、どうだろう。だー、よしいろー。嘘だろ。えぐ。使いどころよ。で、この辺でちょっともう行かんでくださ い、はい、こ敵を叩くぞ。こ動くべき時は今ぞ。ベツキアキツラもうすぐ。あーやばいやばいやばい、追い込まれている、追い込まれておる。なんとかしねえと。勝機を見出す時。えぐ。で、こっち来いか。はい、ご命令を。で、もうちょい ここに。で、早く早くゲージ溜まってくれ、頼む。やばいやばいやばい、いろんな意味でやばいわ。はい、さあどうかしら、いける。お察しで、こっちで、ここ、こう。オッケー、よし。さあインドさんやばい、インドさんやばい。
そうで、次はこうやな。で、そこ早く潰してくれ、頼む。やばい、もう壊れる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 。さあ潰せ。いや潰せてない、くっそ、やばいな。いや頑張れ頑張れ頑張れ、向こうもきつい、やばいぞやばいぞ。お指図願います。よしよしよし、さあ鬼はこう頼む。よし、そこ潰した、 OK。 加藤清正か、はい。で誰これ、あー今川義元、飾りとでも思うと。なんとか食い止めるしかねえ。いやーやばいな、きついな。くそ、強え、安藤近瀬こんな強いの。見えましたぞ、デッキ上げてらの調子悪いな、こいつやばいだな、多分やべえ。さあ競技、あーせやつじゃん、競技、はい、いよいよで、早めにこいつ潰す。やばい、ここは持たない。よし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 、結構休んで。若造どもに、で次は戦というものを教えてやるわい。こう言ってこうやな、はい、敵を蹴散らさ。よしよしよし、いよいよ見えますで、ここ、はい、こういく。やばい、敵を上げなければ。さあそこ潰して、はいはい、だー、信近耐えろ。で、こうやな、はい、よしよし、いけるいける、よし、潰せる、オッケーオッケー。よし、で、次は、はいはいはい、で、鬼箱ね、はい、オッケー、で、こっち。さあ、士気を上げるんだ。で、そこ撤退、よし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 、あぶねー。お指しず、ほい、要所を手に入れる。さあ、よしよしよし、ここに撤退、ナイス。オッケーオッケー、首の皮一枚繋がってる。やぶねー、よし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 、オッケー。で、こうやな、こっち行こう、はい、向かうは敵の抜き口ぞ。で、そこ取って、OK。 素晴らしい。で、あとはうん、よし、休憩で、ちょっと休憩するか。あと一舞台だけ、はは、こういくか、はい。敵に打ちかかるぞ。で、こう敵の退路、閉ざさせてもらおう。で、そっちも来るんかい。で、こうよし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 。さあさあ、チカちゃんを潰すぞ。やばいやばい。さあどうする、今ここさあ潰せるか、はいはい、急いで急いで、やばい、早く早く、やばいよ、チカちゃんが来てるよ。さあどうだ、で、あ、インドよりは絶対しょうがねえ、しょうがねえしょうがねえしょうがねえ。さあ、こう潰した、オッケー、勝てた、ギリギリ、あぶねえ。いやまだ三好強えな。オッケーオッケー、よし。いやきつかった。なんだろう、舞台の理解今回うまくいかなかったな、なんでやね。さあこれで威風が発生しますよ。ここまでも響け、結構取ったね、え、結構取ったよ。おお、ナイス、いいぞいいぞ、よし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 、なんだったらこのままいけない、菊間城いけるよね。よし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 。で、大樹寺を三好家から奪い取ったことで、こちら三好の武将たちの忠誠心下がってますね。おー、いいですね、よし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 。これで離反する武将が増えたはず。誰か調略できないかな。さあということで、敵の本拠地菊間城を攻めていきましょう。で、まずは富田一泊しか、いいですね、収納、はいはいはい。で、これは出雲のお国ちゃん、はいはいはい、東洋東洋、はい。で、こちらで、お次は本田忠勝来た、マジか、ナイス、よしよしよし、これはでかした、オッケー、でけー。城を制しさあ、敵の本拠地引間城が落ちました、ナイス、オッケー、よし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 。で、これで敵の家臣を大量に取り込めないでしょうか、どう。32名の投与に成功しました、ナイス。で、岡義政、じゃあさあ迎え入れましょうか。こんにちは、どうも。岸和田城の城主5年か、まあいいんじゃないかな、うん。じゃあ家宝とか欲しい、じゃあこの兜あげよう。よし、これで交渉110ですね、 OK、 よし、やったー。
続きましてこちら鳥越城の方を攻めていきましょうか。よしよしよし、どんどん東へ行きましょう。もうあとね、私たち一条家と三好家しか残ってないんですよね今ね。さあ行きましょう。さあ天下分け目の戦いでございます。行くよ。さあでは行ってみましょうか。行くぞー。飲みの戦いって呼ぶんですかね。一条兼貞 VS またこいつだ、小早川高景。いい加減にしなさい。吉川元春はうちにいるんだぞ。でめちゃくちゃ頑張ってますからね。まあこの合戦はまあ余裕でしょう。で戦力は5枠了解です。行きましょう。さあ行きまーす。はい、回戦出品。さあ頑張っていきましょう。オッケー、楽勝でございます。ナイス。よし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 、楽勝ですね。恐ろしいよ。いやー被害全然違うもんな。でこっちにはなんかトップクラスの武将はいなかったけども普通に倒せずね、戦えましたね。いやー素晴らしい。本田忠勝も早くね先生に加わってほしいですね。さあでこれで拠点どんだけ取れるか。こっちのはいはい能登の方までは行けなかったか。松並城ここは取れなかった。まあ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 、まあ、豪遊の将の異名を持つ諏訪勝頼、殿の力を お願いします。はい、わかりました。私が説得してみせよう。さあ諏訪勝頼こんにちは。天神山城の城主、あ全然いいよ。5年か。そうだな、なんか家宝あげるよ。そうですね、なんか武具とかどうかな。おで交渉103か。はいはいはい、まあこれでいいか。はい、行きましょう。ありがたき幸せ、聞き入れていただけるとは。喜んでお使いいたしましょう。はーい。はい、宿老のベッキー秋津様が亡くなってしまいました。そうか、いや秋津亡くなったか。で奉行の座が空きました。そうかそうか。で来ましたか、殿がお亡くなりになりました。今川の際にお言葉を残されたとのこと。我が命をもってしても天下には届かなんだか。一条兼貞まだ40いくつなんだけどね、若くして亡くなったんですね。で後継ぎはじゃあ一条内政君に任せましょう。じゃあ内政頑張って。逆らえぬか。いやまずいな。天命にはくわー、逆らえぬか。なかなかね一代で天下統一難しいですね。この命めちゃくちゃなくなってる。やばいやばいやばい、やめて、もうやめてもうやめてください。だーベッキアギツラめちゃくちゃなくなったな。えぐい。まあこれから一条内政君に任せましょう。でじゃあ国境紛争ね。はいはいはい、じゃあ一条内政初仕事ね国境紛争解決で、そういえば表情集のそこ枠空いちゃったんだよな。どうしよう。あなんか六門戦なんたらかんたら。はい、じゃあこれやりましょう。どういう政策。六門戦の誓いか。部隊が自勢力上にいると攻撃防御プラス6。いやなんか変、なんか変なの取っちゃったな。部隊が自これ攻城戦とかかな、あの防衛の時に使えるようなそういう政策なんですかね。いや変えよう いやでも変えるもんねえもんな。合資制とかあるな。なんか面白そうなのたくさんあるんだけどね。じゃあこの、はい、じゃあ山内安豊のやつにしよう。はい、感謝いたす。これはどういう政策なの。合資制、城の武将数に応じて掌握人数最大マイナス 10%。 へえそんなあるんだ。まあこれはなんか面白そうだからやっとこうか。はい、お願いします。心得申し。でそういえばそうそうそう、火災入れてなかったな今までね。何しようかな。はい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 、なんか部隊の能力上昇とかいいですね。領内行動の集落主役速度減少 60%。 やばい、全然内政進まないじゃん。はあ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 、なるほどなるほど。あでも鉄砲レベル増加は欲しいかも。これ入れると金銭収支どん、あマイナスになっちゃうな。いやいやいや難しいな火災、やっぱね難しいですね。何にしがいいかな。
まあ腰兵糧のやつはちょっと取ってもいいかもな。たくさんあるから悩むね。じゃあ腰兵糧のちょっと下げるか、うん、じゃあこれいきます。はい、さあ頼んだよ。さあということで、じゃあ今回はここまでにしましょうか。はーい、ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみに。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のべんでした。さよならー。